さて、おはようテラちゃん、今朝はイギリス・ロンドンと結びます。ロンドン在住著述家の谷本真由美さんです。谷本さん、おはようございます。おはようございます。よろしくお願いいたします。お願いいたします。前回6月24日谷本さんにご出演いただいて、その時はイギリスも暑いなんておっしゃってましたが、最近いかがですか？最近はちょっと気温差があってですね、だいたい20度、21度、22度、20度前後ですね。あら、いいですね。高原の高原の爽やかで涼しい、天気が続いております。で、湿気もですね、だいたい 60% ぐらい、非常に低くですね、雨もあまり降らず、非常に毎日良いお天気で、はい、いや、今ラジオ聞いてる方、イギリス行きたいと思いましたよ。ね、今はですね、夜10時ぐらいまで外が明るいんです。あら、そうなんですね。なんか散歩できちゃいます。あ、そのくらいの明るさなんですね。いや、とにかくこのところの関東も暑くてですね、雨は土砂降りで降ったと思えばまたムシッとしてきたりとか、まあ、今日も今予報ねお伝えした通り、もう殺人的という言葉が過言じゃないくらいの、なんか空気が暑いですね。そうなんですよ。私去年日本にいたんですが、なんか風がちょっと吹く、熱風がブワーって吹く感じで、なんか息を吸うのも辛いという感じがいたしました。そうなんです。よくね、表現でまとわりつくな、まとわりつくどころじゃないんですよ。ないですよね。壁みたいになってる感じがしてね。肌寒くみたいな感じで、いや、そうなんです。縛られてるの。いや、なんかチュニジアにいた時よりは暑いんですよ、日本って。あ、そうか。谷本さん、チュニジアいらしたことがあるから、ね。行ったんですけど、なんか砂漠があるところより暑いです。あら、本当に。ね、ってことはだから。私、もう今年熱中症になっちゃいまして、日本にいる時に。あ、そうか、なっちゃったんですね。2回なっちゃった。2回になっちゃったんですか。なんか、ちょっと 1キロぐらいの距離を、なんか子供の学校から家まで歩いて帰ってきたら熱中症になっちゃって、はい、慣れてないとね、やはりそうなりますものね。はい、まあ、ところで世の中はですね、東京でいけば都知事選挙が昨日投開票を行われて、現職の小池百合子氏が270万票以上を取って、広島の安芸高田市の前市長石丸伸二氏、前参議院議員の蓮舫氏らを破って3回目の当選を果たしました。そして、まあ、これその前ですかね、イギリス、今谷本さんがいらっしゃるイギリスは労働党がね、圧勝したと。で、保守党を破ってというようなこともありましたね。今これで持ちきりですよね。まだもうこの話ばっかりですよ。特にちょっともう定年退職が近い方とかも、定年退職しちゃった方とかですね、それから子供さんが今学校行ってる方、車買い替えようかなと思った方とか、株式投資やってる方とかはちょっとパニック状態に近いですね。そうなんですね。じゃあそのあたりぜひ後ほど詳しく教えてください、どうしてパニック状態になっているのか。あとフランスです。議会下院にあたる国民議会選挙の決選投票、現地時間昨日行われて、先ほどですね、極右政党の国民連合は失速し、フランスのメディアが言ってるんですけれども、第三勢力にとどまると、まあ、これ EU 議会選挙でですね、国民連合が躍進して、でマクロン大統領がですね、解散宣言、下院をですね、そして、このそれでも国民連合の勢い止まらなかったんですが、まあ、この決選投票で、この左派と保守、こちらが手を組んで、なんとか国民連合を、この躍進を抑えたということが、まあ、言われております。これもまた後ほどお伝えいたします。あとはイランでもね、改革派というか穏健派というか、そちらの大統領誕生なんていう、まあ、いろんなところで選挙を行われてます、選挙だらけでございますね。本当そうですね。で、秋には大統領選挙アメリカありますしね。選挙大丈夫なんですかね、アメリカ。そうですね、はい、バイデンさんとトランプさんの健康が心配。本当そうですね、はい、谷本さん、今日もいろいろお話聞かせてください。よろしくお願いいたします。さあ、それでは朝刊トップ5いきましょう。7月8日月曜日、今日の朝刊各紙から気になる見出し5つ紹介していきます。日経新聞、小池都知事参戦、
任期満了に伴う東京都知事選挙7日投開票され、現職小池百合子氏が参戦を決めました。子育て世帯への支援拡大、医療体制の充実といった実績が支持を得ました。2番手には前広島県安芸高田市長の石丸伸二氏が入り、前参議院議員蓮舫氏を上回りました。投票率は 60.62%、 2020年の前回の都知事選挙に比べ 5.62 ポイント高く、都知事選では2012年以来12年ぶりに 60% を超えました。読売新聞、ガザ戦闘開始から9ヶ月、死者3万8000人超。イスラエルとイスラム主義組織ハマスの戦闘が始まってから昨日で9ヶ月となりました。パレスチナ自治区ガザの保健当局によりますと、ガザの死者は昨日の時点で3万8153人、負傷者は8万7828人に上ります。停戦に向けた交渉が行われる一方で、ガザへの攻撃が続いていて、人道状況は深刻化の一途をたどっています。毎日新聞、防衛省幹部ら数十人処分へ。防衛省は近く、陸海空3つの自衛隊の幹部や背広組と呼ばれる防衛官僚の大規模な懲戒処分に踏み切ります。数十人規模となる見通しです。国の安全保障に関わる機密情報の特定秘密について違法な取り扱いが幅広く確認されたほか、内部の、幹部の局の幹部によるセクハラ、パワハラが複数確認されたといいます。産経新聞、不同意性交罪前年の倍。今年1月から5月の不同意性交罪の認知件数が、去年7月の刑法改正前のこの規定となる強制性交罪の前の年同じ時期に比べおよそ2倍に増加していることが昨日分かりました。刑法改正で同意のない性交が明確に処罰の対象と位置づけられたことや、被害申告がなくても捜査立件できるようになるなど、性犯罪根絶に向けた近年の環境整備が増加の背景にあるとみられます。日刊スポーツ、大谷28号大リーグ200号王手。大リーグドジャース大谷翔平選手がブルワーズ戦で今シーズン28号のソロホームランを打ち、大リーグ通算200号まであと1本としました。大谷選手、2打数2安打1打点フォアボール2つデッドボール1つでこの試合すべての打席で出塁。試合はドジャースが5対3で勝ち2連勝としました。はい、以上が朝刊トップ5でした。さあ、それではイギリスロンドン在住著述家谷本真由美さんにお話聞いていきます。谷本さん、東京では都知事選挙が昨日投開票行われました、はい、そして現職の小池氏がですね参戦を決めています。そして2番手に入ったのが無所属新人の前広島県安芸高田市長の石丸伸二氏でした。この結果、まず谷本さんどう感じでしょうか。まあ、予想通りということで、あ、はい、あの小池さんが、まあ、参戦を決めたというのは、これは私の予想通りでございますね。はい、ただ予想外だったのがですね、この石丸さんが2番手だったんですね。はい、で蓮舫さんに勝ってしまったということ で、これは予想外でございましたね。はい、で蓮舫さんの投票数 18.8% だったので、石丸さんは 24.5% だったので、届かないということで、全然負けていらっしゃいますよね。はい、それが私が驚いたのがですね、今回本当に無所属というか、もう本当に無名状態で、はい、立候補された方何名か結構票が入っていらっしゃったんですね。はい、例えばひまそらあかねさん、はい、この方はですね、ネットでは有名人でなんですが、はい、お顔を出していらっしゃらないです、ね、そうでした。で選挙活動もほとんどネットでしかやっていらっしゃらない方なんですが、はい、なんか一応10万票以上入ってしまったんですよ。ないなんですよね。結構これはびっくりで、清水邦明さんとかですね、桜井誠さんより票が入っているということで、はい、結構驚きでございますね。それだけその興味を持つ、もしくは賛同した人がいたってことなんですもんね。
まあ、そういうことですね。ですから、やっぱその SNS の力、まあ、特にX のですね、拡散力、これはもう全く侮れないですね。それで、今回2番手になられたですね、石丸さんもですね、かなり TikTok を活用してらっしゃるんですよね。ですから、若い方に訴求力があったということで、動画もかなりですね、これは若い方の間でシェアされてるんですね。で、この方結構強気な、まあ、態度でですね、まあ、ちょっとなんか何と言うんでしょうか、中年がこう想像するような外資系に勤めている東大出身の人みたいなね、典型的なイメージで、ちょっと怖い系の人なんですけども、まあ、ちょっとね、年取った人間が見ると、なんだこの若者はっていう感じがするんですが、どうもこの強気な感じがですね、今の若い人にはなんか受けるっぽいですね。そういうことですかね。結構オラオラ系で、なんか自分より全然年上の人をこう、もう、だん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 叩いちゃうとですね、言うので。これはね、怖いですよそうでね。す怖ね。いんですが、若い方には、なんかそこがピンとくるものがあるみたいなでるほすど、よくね。やったみたいなね、そういうそうとみたいころですが、ね。物怖じしないでっていうようなところがいいんですかね。いいみたいですね。ねえ、さて、ところでですね、先週行われたイギリスの総選挙、また後ほど詳しく伺いますが、最大野党労働党が、議会下院の650議席のうち400議席を超える大勝を収めました。14年ぶりとなる政権交代が決まっています。まあ、事前の予測通りということではあるんですが、改めて谷本さん、この結果どうご覧になってますか？ではね、あくまで保守党を、ね、罰するために労働党に投票した方が今回多いんですが、しかし、どうするんですかということを見たんです。で、今回のですから、今谷本さんおっしゃったように、もうとにかく保守党ダメだよというところそうのです選挙だったんですね。ね。そうですね。とにかくもうこのリシ・スナクさんがですね、全くリーダーシップがない、それからもう経済のセンスが全くない、元株屋なのに、いや、元株屋だからダメってことですね、要するに。そういうだこと。からそのトレードはできるんですけど、この方は、なんかもうセンスがない、ダメ。で、昨日ですね、岸田総理は、失礼、おとといですね、新たに就任したイギリスのスターマー新首相と電話会談を行いました。安全保障分野、ウクライナ情勢での連携を確認したというんですが、イギリスの外交ですね、これ今後、スターマー首相のもと、どういうふうに展開されていくんですかね。一番の問題がですね、これイスラエルですね、まず。で、労働党はですね、ガザ地区、パレスチナの国として認めるということを前々から言っているんですね。で、スターマーさんは前の当時のジェミー・コービーさんに比べますと、まあ、ガザ寄りではないんです。パレスチナ寄りではないんですが、この方、奥さんユダヤ人なんですね。で、閣僚も今回ユダヤ人2名、ね、重要ポストに当ててますんで、まあ、一応ちょっとバランスを取ろうとしているところは見えるんですが、ただ、イスラエルに対してはちょっと強い姿勢を取る可能性があり、パレスチナ寄りになっちゃう可能性がありますので、これはね、非常に問題ですね。そ大変うな。なんでアすメリね。カと歩調が合わなくなります。アメリカの場合はトランプさんがですね、大統領になられた場合、トランプさんはお婿さんがですね、ユダヤ系の方ですから、もう完全にトランプさんはイスラエル支持でございます。で、そうなってしまうと、これアメリカと全く歩調が合わなくなりますので、もうこれは懸念点ですね。それが2番目、ウクライナの支援を本当に継続するかどうかということですね。ウクライナ、これまで保守党の場合は率先してましたよね。応そう援ですすね、るんだっ本当ていうにね。もうね、ボリスの時代から本当に率先してやってまして、で、ウクライナ軍の方は、もうイギリスがね、実はもう前々から陰で訓練をし、それから対戦車砲なんかももうイギリスがこれは提供しております。それから実際に戦車、最新の戦車もですね、これウクライナに提供しております。だから実質ですね、これもうウクライナに関してはもう裏手でですね、イギリスが相当ですね、暗躍しているんですね。ただ、労働党の場合、これはもう労働党はですね、ちょっとロシアとね、近いですから、中国とも近いですので、近いんですね、どうかななるか。り。
ロシアと、まあ、歴史的にそうでございますよね。真っ赤化ですからね。ですから、これでウクライナの支援を継続するのかどうかということですね。これでも国際社会のですね、バランスが崩れてしまう可能性がございます。結局、アメリカはもう完全にこれはウクライナ支援、ロシア叩くという方向でございます。それで、欧州大陸の方ももう最近は保守系、右派が強いですから、これはもうロシア完全に叩くという方向性なんですね。ですが、ここでイギリスが労働党のそのですね、意向によってですね、ウクライナ支援をまあちょっと弱めるというようなことになりますと、これ国際社会の歩調が全く合わなくなります。はい、そうなんですね。はい、ところで今度フランスです。議会下院にあたる国民議会選挙の決選投票が現地時間昨日行われました。でフランスメディア先ほどですね、極右政党の国民連合が失速し第三勢力にとどまる見通しだと伝えました。まだこの見通しの段階ではありますけれども、谷本さん、今回のフランスの選挙、これはどうご覧になってますか？これはですね、やっぱりまあ、国民連合がですね、まあ、一回ファーストラウンドでは非常に人気だったんですが、ちょっと このね、国民連合はですね、結局ですね、福祉国家の路線なんですよ。ですからこれ一番の国民連合の問題、まあ、移民問題がですね、日本で取り上げられることが多いんですが、はい、国民連合は年金の支給年齢を引き下げるということですね。はいはい、そうですね、早く支給しますよということですね。ですが、フランスの財政が非常に厳しいですから、引き下げてしまうとこれ財政がですね、もう赤字まではいかない、持たないという可能性がございますね。でマクロンさんは年金支給年齢を引き上げるということを言ってたんですね。ただ有権者としては年金はもう早くもらいたいと、はい、減らさないでほしいということを言っておりますので、まあ、国民連合を支援したというですね、中年以上の方が多かったんですが、ただ現実的に考えますとですね、経済への影響が非常にこれは大きいと、はい、それからフランス経済が失速してしまう可能性がございますよね。はい、それから国民連合はこの他にもですね、まあ、財政からですね、さまざまな支援を支出することを想定してたんですね。例えば、はい、若者がですね、不動産取得する場合の支援とかですね、そういったものを出すということを言ってた。それから育児支援をもっと手厚くするとかですね、はい、そうするともう国のですね、財政がもっと悪化してしまいますので、まあ、それはよろしくないということで、まあ、左派連合の方に、まあ、ちょっと投票してバランスを取った方がいいんじゃないかと言ってた、はい、考えた方が結構いらっしゃるんですよね。そうなんですね。そうか、そういう流れなんですね。はい、谷本さん、また後ほどいろいろお話聞かせてください。お願いいたします。よろしくお願いいたします。イギリスロンドン在住著述家谷本真由美さんです。まあ、谷本さんといえばですね、大人気の書籍世界のニュースを日本人は何も知らないシリーズの著者ですね。改めて谷本さんにいろいろとお話をこの時間も聞いていきます。この時間まずはですね、イギリススナク氏の邸宅に不法侵入、4人逮捕というニュースからです。イギリスシュナク前首相が、まだこの首相だった先月ですね、スナク氏が所有する邸宅の敷地に侵入したとして男性4人が逮捕されたといいます。警察によると、スナク氏が所有する邸宅の敷地に侵入してから1分以内に4人を逮捕したといいます。まあ、こうした中、抗議団体ユースデマンドはですね、これ訳すと若者たちの要求ということになりますか、若い男性1人がスナク氏の邸宅の敷地内に入り、池に排便しているように見える動画を公開。この団体、この行為についてスナク氏と保守党政権に対する選別だとしているということなんです。谷本さん、選挙前こんな事件あったんですね。そうなんですよ。ただこのユースデマンドっていう団体は、まあな、ちょっと左翼権団体なんですけど、まあ、こういうキャンペーンをよりやってる団体 で、で今回侵入した男の方、読めばまだ若いんですよね。学生さんみたいな。学生、はい、それでなんかこれがすごいイギリスっぽいのが、なんかその中の一人の人がですね、背中にメッセージを書いてて、はい、なんか利子
ちょっと私の排泄物を食べろみたいな、あのジョークの言葉遊びを書いてて、それで一回でなんかしてるふりをしてたんですよ。そしたらなんかね、私動画見たんですけど、おまわりさんに、警備のおまわりさんに見つかっちゃって、警備のおまわりさんはなんか50代の方で、もうすごい、またこれがまたイギリスっぽい方で、なんかすいません申し訳ないんですけど、今何をやってらっしゃるんですかとか言って、目的は何かなとか、ね、すごい優しいですね、随分優しい、すごい敷地内入ってるけど優しい、はい、うんうん、そしたらなんかこの男の子たちもなんか、僕たちは一応なんか首相にね抗議したいから、ちょっとあの今ここ池に入らせてもらいましたとか、入らせてもらいました、入らせてもらいました、抗議活動に、ね、穏やかな、なんか、ユーモアのセンスがあって、まあ、お前さんでも分かってるんで、危なくないっていうこと分かってるから、じゃあその後暴れたとかそういうわけじゃないんですね。ないです。だ悪いけど、ここはあの一応しね、あの敷地、あのまあ私的な敷地ですから、ね、出てください。でこのねスナックさんのお宅ですね、これ北ヨークシャーにあって、これはもう何回もですねテレビとか雑誌に登場しております。あの航空写真とかバンバン撮られてますから、はい、大谷さんのね、あのお宅の写真テレビに出ちゃったりとかしたのが問題になってますけれども、はい、あのイギリスの場合結構有名人のお宅とか政治家さんのお宅とかでどんどんマスコミが報道しちゃうから、はい、みんな場所知ってるんですよ。で、リシさんのね、このね北ヨークシャーのね、あの邸宅はもう豪邸です。で、家の中に池があるんですよ。もうね、はい、すごい敷地の中にお城みたいのが建っててですね、まあもともとあった貴族の親方をお買い上げになったんですが、はい、まあ、その親方のですね横にまたこの方は温水プールを作られてですね、この温水プールはあの今風のじゃないんですよね。ちゃんとイギリスの、あのクラシカルなレンガで作ったあの建物で、まあ、中にあの何ですか、50年代風のアールデコ調のデザインで、まあ、温水プールをお作りになられてですね、これはフルサイズです。あのちょっとバシャバシャやるんじゃなくてフルサイズでございますね。で、それを一年中あの暖房をつけて泳げるようにしてやるんですよね。これ結構あの有権者から非難されておりますね。燃料代が上がってますので。そうでしょうね、え、スナックさんね、この家にはねあんまり書いてないんですよ。あ、そうなんですね。近所の人もいついるか全部チェックして、はあはあ、でもいや、まあ、警備はやっぱり首相ですからね。警備は首相ですから一応24時間いるんですけど、まあ、警備もべったりいろんな人が張り付いているそうでしょうね。だって池まで入ってきてね、なんか、そういう排泄行為をしてる時に、おいおい何やってんのみたいな感じなんですもんね。なんか昔ながらの、イギリスのおまわりさんが、まあ、チャラーンとこう歩きながら、はい、見て回ってるって感じなんですよね。まあ、監視カメラもだってね、イギリスったらすごいですもんね。まあすごいですけどね、ただこのね邸宅がすごい今厳重な、なんか要塞みたいになってるわけじゃないし、公園みたいな、公園みたいな感じですから、こっちの邸宅は。そうなんですよ。まあね、なんかこのイギリススナク氏の邸宅に不法侵入4人逮捕っていうと、いやとんでもないこと起きちゃったなと思うけど、今谷本さんのお話聞いたら、まあ、非常にこの、やんわりと、まあね、あの入ること自体はよろしくないんですけども、抗議に入りました、何やってんのみたいな感じ で、それがすごいイギリスっぽいですね。そうですね。で、じゃあちょっと警察来てねって言って逮捕みたいな感じなんですね。そうです。まあ、逮捕っていうのはちょっと事情を伺って、なるほど、拘束されたと、なんか日本の昔ながらのおわりさんみたいな感じですよね。なるほど、ああいうのんびりした感じです。まあ、ヨークシャーですからね、田舎ですから、そこ、そうですか。はい、ありがとうございます。さあ、それではここからはですね、谷本さんにこのテーマで話を聞きます。イギリス総選挙2024、労働党が圧勝、スターマー首相誕生。イギリスで4日に投開票された総選挙、労働党が6割を超える議席を獲得し圧勝しました。保守党から14年ぶりに政権を奪還しています。労働党のスターマー党首が5日に新しい首相について閣僚を任命し、新内閣が発足しました。谷本さん、改めてなんですが、今回の総選挙、谷本さん、これはどう見られてますか？もうこれは完全に保守党がちゃんと仕事をしていないので、はい、もう有権者としては嫌がらせで労働党に入れてやりましたということですね。そうですか。で、保守党もダメだし、もう労働党もダメですから、あら、まあ、どっちの嫌なものを取るかということでございますね。はい、それから自由民主党はもうお話になりませんし、それからリフォーム UK はまあね、これはお楽しみでやってる制度でございますので、そうでしたか、これもまたお話にならないということで、まあ
嫌なものが2つあったら、じゃあどっちにしようかな。じゃあ嫌がらせ度が高いのはどっちかしらっていうことで。いや、そういうことですか。もうね、だ結局ね、もう保守党はですね、ここ数年、はい、もう上がコロコロ変わる。ない、ね。それでやってることは遅い、もう経済回りも遅い、もうそれからコロナもなんかやってることがめちゃくちゃ補助金だけバンバン配っちゃって、はい、よくわかんないロックダウンやってですね。うん、でその場合には人が大量に死んじゃってますから。はい。だからどう、何なんですかって、ね、全然コンシスタンシーがないんですよ。はあ、だから保守党にとにかくお灸据えたかったっていう有権者が多かったってことなんですね。そうなんですよ。でお友達人事で、もう全然その能力がない人をね、閣僚にしちゃったり、はい、ぐるんぐるん回して、もう見るからにアホんだらな人の大臣とかになっちゃって、それで今のね、こう首相の一緒だったリシ・スナクさんも、この人は株屋ですからね。だから真面目じゃないんですよ、この人はもうお金がいっぱいありますから、すでにね、はい、あのいろんな株とか債券の取引で、奥さんも大金持ちの娘さんですから、もう仕事はしなくていい、はい、ね。で今回の選挙で、あの前の首相です、トラス前首相のほか、シャップス国防大臣、チョーク法務大臣、スナク政権の閣僚相次いで落選したんですね。あ、だってみんなもうね、おたんちんですからね、あれ全部落とさなきゃダメです。あれアッパラパーばっかりですから。それからこのトラスさんひどいんですよ、この人ね。もともと首相は、この人は陰謀論に染まっちゃって、でね、なんかいろんな陰謀陰謀論をテレビとネットとかで言いまくって会議とかも出ちゃって、もうね、危ない人になっちゃってるんですよ、この人ね。はっきり言うとね、あのムーのね、いつもお世話になってるんですか、この番組ね。そうですよね、毎週金曜、はい。もうね、UFO の話とかした方がいいんじゃないかって、ああ、そうですか。人になっちゃって、でもね、トーマスさん、オックスフォード出てるんですよ、それも。うん、そうなんですね。だから今回そのね、あのね、スナックさんもオックスフォードでしょ、自身、はい、あのそれでトラスさんもオックスフォード、ボリスもオックスフォード、はい、キャメロンみんなオックスフォードなんです。あ、でなんか他の方もオックスフォードでね、はい、じゃオックスフォードはね、こういうバカタレの集まりなんですかっていう、ね、いやいや、そうね。じゃあ今度ちょっと編集長の三上さんにトラス前首相どうですかって言っときましょうね。ぜひもう陰謀論をね、興味持ってるようですよ、UFOにっていうね、やばいですよ、本当に。そうですか。さて、谷本さん、まあ、新たにですね、この政権を取った労働党ですけれども、今後のその新しい政権、気になる点、もしくは注目している点、これどこですか？注目してる、一番注目しているのはですね、これ金の話ってことですね。はい、お金ね、はい。単刀直入のように言いますとですね、あのこの労働党、税金を上げると言って、税金を上げる予定でございますね、いろいろな税金ですね。あ、これでみんなも鬱になってますすでに。あ、そうですか。いや、なんかね、こちらにあるその資料によると、労働党スターマー党首、増税せず法人税は上限 25% に設定なんていう出てるんですが、そうじゃないんですね。じゃあ違うんです、法人税は 25% すると言ってるんですが、これね、株取引のね、はい、あのおから得た収入の増税が可能性があるんです。個人の株取引だ。他のものは他のものいっぱいですよ。それから所得税、個人所得税とかですね。それから今、これは今一番すっごいイギリスで議論になっているのは、あの私立の学校の学費の値上げでございますね。今までは学校ってあの教育法人だったので、あの付加価値税を取らないという仕組みになってたんですよ。あくまで教あの非営利団体ですから。だけど、なんか労働党は結局なんかその、付加価値税をね、学校の学費にもチャージするってことを決めて、学費がもう一気に 20% 上がるっていう、ね、話になっちゃってます。でこれをスターマーのなんか中にくっついてたあの、政治家がです、はい、ちょっと漏らしちゃったんですよね。だから秘密だったんですって。でこれ漏らしちゃって、この漏らしちゃった人今回閣僚になってないんですけども、でこれでもうね、あの寛解になってな怒ってる、ね、有権者が多いんですよ、中流以上の人。あ、じゃあ中流以上の人たちはもうこれちょっと戦々恐々としてるって感じですね、有権者。だから、ね、すごい困っちゃってて、もうなんか今ギリギリな状態で
あ、子そ供う。支援に行かせてたりする親が多いので、はい。もう子供学校にね、学費払えないからっあ、て言っなるほど。て、物もう価ね、上がっちゃっ学校て。やめてる人が多あ、いんですそよ。うなんですね。でも、やめても公ええ。立で席が空いてるわけじゃないんですよ。はい。地元あにそのね、自治体にお金がなかったら、あ。ああ、キャ入パれシティないっもて言ね、わ決れまっちてゃまいすもんますね。し、もうね、地元の公立のね、ええ。結構ひどいところが多いんですよ。もう麻は薬取い。引やってたりあ、ね、ええ。生徒が刃物で切り合ってたりと嫌か、でもうすね、ね、学校で。音楽の授業もない、体育もほとんどないとか、そんなとこばっかりで、あと移民の子供ばっかりで英語は分かんないとかですね。はあ、ひどいんですよ、本当。いや、本当にね、麻ええ。ええ。薬の取引やってるんですよ。それがあ、大そ麻じう。ゃないですから。ええ、いや、ヘロインとかですから、なんか勝手コにカインとね、か。その、まあ、保守党と労働党だったら、労働党はより労働者に、このね、恩恵があそうるなんでようすよ。に動くと思ったら、まあ、だから中間層以上の人たちからは取りますよっていう、なんかそんな感じに今、聞こえますね。そうなんだ、ええ。だけどこれ、このね、労働党をやろうとしてることは、はい。労働者の人にもこれ、すごい今、被害があ、出そうてるなんんでですよ。か。なんでかっていうと、ええ。ガソリン車の新車販売禁止をはい。30年までするっていうので、これは保守党は無理はい。だから、え35え。年は後でい。先送りしますって言ったんですよ。えだけど、労働党30年までにえ。ええ。前倒しにするって言っちゃったんですよ。ああ、でそもそれれ、でええ。大問題なのは、電気自動車にみんな買い替えなくちゃいけないんですよ、はそうなっちい、ゃうと。ええ。だけど、電気自動車ってすごい高いんで高いすでよ。すよ。しかも、中古車市場が確立してないんで、中古車を売れないんですよ。だからバッテリーがダメになっちゃうから、5は年ぐらいしい、たら。で、ええ。バッテリーの入れ替えも高いんですよ。1回100万円以上かかるし。で、ええ。結局、労働者の方ほど車を使って通勤してるんですよ。は病院に行っい、たりとか。ええ。郊外に住んでる方とかね、地方に住んでる方とか多いですし、それええ。からシフト勤務の人が多いんですよ。はい。だからバスとか電車が使えないかそうら、か、車で時行って間る的人にもね。多いんでええ。すけど、はい。ここで新車を買えって言われたら買えないんですよ、みそうんでな。しょうね。とんでええ。もないんですちょっとよ。こう理想に向かいすぎていて、そのそうな庶んで民すのよ。実情を考えてないなっていうふうに映り考まえすもてのないんね。です。そうなんですええ。よ。ただですね、労働党が圧勝したことを受けて、イギリス経済が活性化するという投資家の期待が高まり、ロンドン株式市場の FTSE250 という指数、これが上昇したといいます。まあ、こういう報道もあるんですが、これ谷本さん、現地だとどう映ります？ただ株価は一時は上がえりましたけど、あくまえ。ええ。で国内志向のね、は中型株で構成されていますんで、あ。はあはあ。先々どうなるかということがちょっとわからないですよあ、ね。だそからうでそすんなか。に前向きではないですね。ああ、まあ、何かを投資家が期待して一旦上がったけど、この先分かんないっていう状況なんですね。そう、わからない状況ですね。それかこええ。の先がわからないというのは、投はい。資家にとっては本当に大きな懸念点でござそういでましすょうね。ね。ええ。ところでですね、新しく首相になりましたスターマー氏、改めてどういう人物なんでしょこの方はですう。ええ。ね、日本の、ね、報道では労働者階級って報道されてるんあ、ですけど、そうで違す。います。全違い然ますか。違うんです、このだっ人ては。私のような労働者階級の家族が自分たちの生活を築けることを願っている、こう発言してますが、大嘘です。嘘ですか。で、この方はロンえドンからね、電車で1時間ぐらいの南の方のね、え。地あ、区出身なんです。私、この人の出身の地区、よく知ってるんですよ。そうですで、か。ええ。この人の出身地はね、割と中流とかね、中の上の人が多いですね。で、おお。彼は、一応ね、ご両親は趣味で、左翼をサポートしてた方ですね。で、自分も左翼系といはうこい、とで、えそれで地元のですね、公立の学校に行ったんですよ。選抜は試験い、を受けて、えあ選抜でグラマースクールというのが昔はあったんです。今は一応ちょっとだけなんですけど、はい、そこに勉強ができたから入ったんですよね。ですえから、日本で言うと八王子のああ、あたりに住ん私の地でおい元、て、えそうですね、上位の都立校に入ったというああ、感じ八の王子方で東みすたいなとね。ころだじゃそうでね。す、八王子東高とかですね、神奈川の湘南高校とおお、か、埼玉の浦和高校とかはい、で浦和入った校。ような方でございますね。で、ええ。そこで高校時代からマルクスの同人誌をこの方作っマてルたクんでスす行ね。きましたか。はだい。けど、ええ。タイミング的に考えるとおかしいんですよ。だっはい。て、もう80年代とかに、ええ。高校生でマルクスの同人誌作ってたんですよ。それもう思いっきりしたいなんやいですやよ、いや、左翼活動そう。が。ええ。何って、しかもこの方のね、同級生、
ぜ、なんかね、ほ、なんかね、すごい親しい友達がなんかね、保守系のジャーナリストとか、保守党の政治家やってるんですよ。そだの、え、から保周り守が、じゃないですか、じゃあ。だから学校保守の人が多いんですよ、周りは、友達も。周り保守なんで、自分だけなんか周りと同時に作ってるんです。はあ、そうですか。今、61歳ですよね。で、そのそう、後でそう、すそうね、です。弁護士になって、で、検察トップ務めたり、そして下院議員になったと。で、影の内閣、シャドーキャビネット、労働党の中で移民担当大臣、あと EU 離脱担当大臣などをこう務めたということですね、これ。そうですね。だからどちらかというとリーダーシップでガンガン引っ張るタイプではなく、実務系の方をこそこそやってきた方ですよね。で、前の党首のジェレミー・コービンさんが、この方はすごいアジテーターの超活動家で、しかもパレスチナ支援者で反ユダヤ主義なんですよね。しかもすごいもうスーパー共産主義の人だったんですよね。で、あんまりこのコーブンさんは共産主義者すぎたので、伝統的な労働党の支持者がみんな離っていっちゃったんですよ。ちょっとこんなおかしい人はね、ちょっと支持できないかなと言って、ユダヤ系の方が怒っちゃって、みんな。そうですか。で、伝統的にユダヤ系の方って労働党の支持基盤だったんですけど、だって、党首がね、反ユダヤ主義で、パレスチナ支援とか、ほら、みんな怒ります、勘弁してるとか。で、やめちゃったんですよ。で、ですね、スターマンさんはね、奥さんがユダヤ系なんですよ、実は。そうなんです国ね。立病院にね、お勤めになってるんですよ。だから、そういう点で彼は全然労働者階級ではないですよね。そうなんですね。あとですね、谷本さん、新内閣、女性初の財務大臣、リーブス氏というのが注目されているということなんですが、これ、やはりニュース等々で出てきますか？出てきますけど、この方への期待度は本当に低いですね。そうですか。大体ね、研究者なのが、日本経済失敗の分析をしていた方なんですけど、こういう研究はですね、経済学の、分野においては、はっきり言って、端っこの方ですね、メインじゃないです。失敗例をいくら研究したって、なるダほメど。ですから、そんなものは。相手にしてないですから、イギリスとかアメリカのそうです経済か。系の人はね、日本だとダメだからっていうね。いや、何でもこちらの資料には、リーブス氏、2010年下院議員当選、2021年、3年前ですね、労働党のシャドーキャビネットで財務大臣を務めたと。で、BBC によると、イングランド銀行のエコノミストとして日本経済の分析を担当した経歴を持つ、こういうふうにこうね、言っだてるかわら、けですけど。日本担当にされちゃうということ時点でいですや、ね、そうです窓ね。際ということでございまいや、す、そなんれかは。今、そんな感そんじながし方じゃまないしんでた。す。失われた30年とか言われてる日そうな本んで経済す。分析して、どっ当たりか。障りのないことやっといて、あなたが邪魔だから、そういう感じですよね。そうですね。いや、ね、は、な、さっきね、谷本さん、いみじくんおっしゃいましたけど、失敗から生かせるものがあればいいですけど、ないです。ないですないか。ですからね。もう断な言いだ。から。そうですよね。いやで、だけど今、イギリスだって困ってるじゃないですか。それこそですね、日本も実質賃金が25ヶ月連続でマイナスだなんて言ってますけどね、やはりその賃金は多少上がったとしても、それ以上に物の値段が上がっちゃったら、もうこれ、どうしようもないんですもんね。どうしようもないですからね。で、日本はもう人口問題抱えちゃってますから、そうもうでどうしす。ようもないんですよね。で、その分析をやってた人を、上に置いても、だからどうなんですかっていうね。で、この人、実績もちょっとあんまないんですよ。だから、ここまでね。初の女性だからばっかりって言ってるんですけど、そうじゃなくて、だから実績を見なきゃダメだよねと思うんですね。でもイギリスっていうとね、サッチャーさんいたりとか、失敗しましたけど、トラス前首相がいたりとかね、いこれたん元でになすりまけしたどが、ね。で、今回はこの財務大臣でっていうところで、一時的に注目が集まってるようなんですが、今、谷本さんのお話聞いてると、どうなんだろうっていうような感じがしこてのきまし人はたね、だね。からね、割と早く入れ替えになっちゃうと思いますそうね。ですか。それから、この人の他に、労働党の副、代表になってるですね、住宅省のね、担当になった方がいるんですが、この方もね、多分クビになっちゃうと思うんですよね、すぐ。もうですか？成り立てでもうちょっとこのアンジェラ・レイナーさんって先。言うんですけほうほう、ど、ええ。この人を、労働党としてはどっええ。かに行ってほしいいと思ってるんじゃないかと思うんじゃ労ない？働党からしてもですか？
それ、ちょっとこの人はもうちょっと危なすぎるので、発言とか経歴が、この人ね、息子さんがね、ポルノ男優なんです。オンリーファンズっていう素人さんが、なんか自分がしてることを中継できるサイトがあるんですよ。何でも、何でもあり、もうモザイクなし。で、この方の息子はですね、自分の奥さんと、いろいろしてるところをですね、これ生中継してお金稼ぐんです。まあ、そういうことがね、ちょっと大丈夫なのかな、まあ、本人ではないとは言うものの、ね、ちょっとね、そういうね、身内がいる人が大事になっちゃうっていうのは、私はね、どうかと思うんですよね。そりゃそうですよね。はい、今朝イギリスロンドンと結んで著述家谷本真由美さんにいろいろお話を聞きました。谷本さん、ありがとうございました。またよろしくお願いいたします。失礼いたします。